前言速報です。京セラドーム大阪、オリックス対楽天2回戦、6回の表が終わって、相変わらず5対1、楽天が、4点のリードであります。楽天は先発の原島、依然投げ続けておりまして、オリックスは、コークが落下をされ、3回途中から山崎幸也がマウンドに上がっています。下バッターはここで9番のところ、ピンチヒッター脇谷亮太が起用されました。昨日も代打登場です。ピッチャーバルデス対引き上げた方で、ジャイアンツは今年キャンプでですね、若手組とそれからレギュラー組、ベテラン組を分けてですね、中堅のところ